銀行の振り込み先ミスって16万消えたー。 YouTuber 事務所のウームに所属してました。アイドル系ゲーム実況者目指してるんで、よろしくお願いします。皆さん、非常に悲しいお知らせがあります。整形のしすぎで顔に蓄積ダメージが溜まってたのが、ついに整形を失敗してこんな顔になりました。生きていけないよ。あの影物の飲み物の飲み方知ってる、うん、はごめん、もう一回言って。え、どういうこと？え、だから、あの、影物の飲み物の飲み方。さっき落としてスイッチ壊れたんですよ。なのにちょっとコントローラーが普通にこの状況で動かせるっていう。え、動いてる。ちょっとね、え、これやばい。これやばくない？これ、うん、絶対壊れてんじゃん、うん、これ。どう？この子。どう？この子。え、何これ、え、何これ、3万円。え、こんにちは、原田直樹氏、急ですまんけど、このお金でアマゾンのグッドデザインで防犯グッズ買ってください。地震はいつ起こるか分かりません。地震対策30点避難セット、ちゃんと約束を守ってね、買いました。出ますよ。ずわーえ、ハイパーボールじゃん。え、だってこれハイパーボールめちゃくちゃ高いんですよ。あー、え、なになになに、あアウトなんすけどね。あ、目が見えてないですね、多分アイデ選手。世界に100枚しかないゼクロムハイパーレア争奪戦というポケモンカードの大会に参加してきたんですけど、なんとね、なんと優勝することができました。カプテテグ GX が封入されてるんですよ。で、今カプテテグ GX って1枚買取価格でも3000円超えてるみたいなところが多くて、出るだけでアドみたいな、それ狙いで、購入し、2枚目、フェローチェ GX、 またお前か。どうも、超有名な人です。超有名な動画投稿者、超有名な動画投稿者です。もうこうと申します。ハードル上げすぎてしまった説があるんです。火の玉おじさん、引きこもりおじさん、水泳おじさん、突進おじさん、鳥おじさん。フォローシャッフルって言うんですけど、こういうカードをこうやってこう一個の玉に対してこうやってってこのカードを、でもこれやると、うん、その動きオタクっぽいからやめろってコメントで言われるんですよ。その混ぜ方マジオタクっぽいからやめてみたいな。ファローシャッフルのことをね、オタクシャッフルって言ったらしいんですよ、俺が。オタクシャッフルで、それでなんかツイッター広まって、あ、オタクシャッフルキメーみたいなと言われ、なんか一部で言われていたりとか、あとは単純になんか、おもこお前オタクシャッフルとかお前が言うからこんなオタクが叩かれるんだろうが、責任取れよみたいな感じで言われてるみたいなんですね。で、俺それなんか見返しても、俺オタクシャッフルっていう言葉は使ってないっぽいんですよ、動画で。これだから全くの誤解で。どうも、陰キャでーす。それでは。エアコイル。カードゲームには種族値という概念がないので、レアコイルを磁場コイルに進化させない理由はありません。アブソル。トドロキショート。で、なんとこの度やっとギガウームのホームページに僕の名前が載りました。あ、もしもし、あ、今外っすか。え、ちょ、軽く時間あります？あ、いいよ。え、ボーバンダ。ボーバンダ？
マンダ。はい。何マンダって？ボーマンダ。え、言うてるの？あ、大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございました。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた坊主がブブブブブブブ。性癖教えて。性癖っていうほどでもないけど、キスしながらチンコ絞られるやつ。勢いでこするだよ。あ、お前カードしないよ。いや、これはね、マジである。めっちゃハドい。いや、これもね、分かった。クソが死ねえ、マジで。今回はポケモンカードの対戦したいなと思って、いろいろな YouTuber の方をお呼びしたんで、その人たちと対戦していこうと思います。はじめしゃちょーさん、どうぞよろしくお願いします。はい、ポニータイシーです。ポニータイシーさん、ね。まあ、夢崎楓さんっていう方なんですけど、とても可愛い女の子、めちゃくちゃ楽しいんで、ぜひ見てる皆さんもやってみてください。それでは。な、いや、もう、なにこれ。いや、多分ね、これは足切だわ、やれゆうたん。やれゆうたん、これ、足切でしょ。あれ、足切じゃないの。残念。マジ、え、ちょっと、わからん、わからん。え、マジでわからん。え、ちょっと何これ、正解。予想もつかん。他のこれでしょみたいなやつもない。正解は、ゆたかぼぱでした。あ、なるほどね。理想語が30匹産むことが今確定してしまった。まだ、猫飼ってますよね。あ、猫、はいはいはい。猫のもの。猫でいいんすか。でも猫簡単ですよね。じゃあちょっと、あれ、はい、喉調整しますよ。ちょっとやばい。僕の声変えるとこ見ててください。あ、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 あ